はい、今日はもう今からもう11時なのかな、もうすぐコメント読みをしなきゃなと思ってるところなんですけど、その日記をね、普通のいつもの日記をつけ忘れてること、やべえな忘れてるなと思って、はい、夜気づきますね。なんだっけ、今日はね、あの朝からね、なんだ体育祭の振り返り、運動会の振り返りでーっつって、反応の方から小学生軍団が、5、6人やってきたのかな。もうそれだけで随分盛り上がりましたね。はい、オレオピーだーと、オレオだーわーなんつって、オレオさんサインくださいなんつって、オレオさんが動揺するというね、感じで。あと、オリパが随分売れたね。なんだっけ、あれであれ、黒吉オリパが完売とかね。あと、アタックオリパもね、ちょこちょこ売れてたな。だからみんなのオリパがちょこちょこ売れてますよ。だから、はい、皆さん、期待しててください。仕事終わった後にね、武蔵富士山の駅前の、あの、円満さんっていう、たこ焼き屋さんに行きました。歩いて、行ってね、車で行ったんだ。あ、帰りは歩いたんだな。うん。たこ焼き屋さん、この間、日曜日にもね、そのたこ焼き屋さん、円満さんのとこの息子さん、二人がね、うちの店の大会に初出場してくれたりなんかしてね。そういう風にね、つながりが徐々に広がってって、うん、行くのは面白いなと思います。はい。まあ、簡単ですが、こんなもんで。はい、じゃあ失礼します。